デイビスがダンクでいった。スリーポイント、わあ決まりました。ここも笛はない。最後はマックス久武です。ヘソン、相原、タフショットになったが、決めました。ボールは残したか、モンゴメリー残っています。ポールモネアレックスが復シュートです。空いた、スピード上げてモンゴメリーのダンク、さらにファールもありました。エンドワンです。もう一つ前はオフェンスチャージングもありましたが、ここはバスケットカウントエンドワンのプレーです。久岡のディフェンス、ここでボール奪った香川、おーうまく合わせました。見せるプレーだ、先ほどのプレーです。少し連携が取れなかったところではあったんですが、青森内田が長くボールを持つ、そこに久岡のディフェンス、残り5秒、シュート打てるか青森、デイビス、おーエンドワンになりました。香川のディフェンス、まあ、久岡も本当にいいディフェンスしていたので、池田、モンゴメリースリーポイント決まっています。パスアウトから相田のスリーポイント、リバウンドからデイビスだ。モンゴメリー最後は久だけでいきました。またもや大盛り上がりは、最後はモンゴメリーからの佐竹でした。ブラント、飯田も入っています。スリーを打ってくる、おー決まりました。今日は非常にタッチがいい飯田のスリーポイント。池田から空いた、ここに相原がついています。香川のディフェンス、アリウープダンクだ。ワンハンドで沈めていった。爪、ただしかし今日は最終的には点差がつくゲーム展開となりました。試合終了です。92対78、青森ワッツが香川ファイバーローズとのゲーム1を制しています。